フォルツァ SC 相模原。今回は大詰めを迎えた今シーズンの総括、三浦監督に話を伺います。12戦ね、負けてないんで、だからチャンスあると思いますよ。いやー、絶対あると思いますよ。もう集中対決。そして選手たちが集中力で真剣勝負。いいですね、29、30。あ、ミスった、ミスった、ミスった。せーの。いや、飲んだかい、飲んだかい。お前落とすまいやん、お前今度は、お前落とさんぞ。えー、ちょっと無理、マジ無理。さらにガミティがプロデュースするあのグループが番組初登場。こういうのをやりたくなくて全部逃げてきました。フォルツァ SC 相模原をご覧の皆さん、こんにちは、河村美久です。いや、12月ですよ、早いですね、本当にね。シーズンも終盤に向かいまして、今日はですね、選手の皆様の練習の様子を見に来ましたよね。これからね、どんどんいろんな練習をしはると思いますので、覗いてみたいと思います。いよいよ2020シーズンも大詰め。この日、フソフットサルフィールドでの練習を見学した川村。練習後、チームを率いるこの方にお話を伺いました。今回、三浦監督にこの1年の総括をお伺いしたいと思います。三浦監督、よろしくお願いします。はい、そうですね、今年はね、特にコロナの関係でね、はい、ちょっと、特殊なシーズンのね、始まりになってしまったんですけども、はい、その前の練習試合で、まあまあいい感じを手応えとして持っていたんで、まあ本当はそのままの流れで来たらまたね、もっともっと違った感じになってたかもしれないですよ。その割にはちゃんとね、終盤ぐらいから勝ち点を積み上げてきて、自分のイメージに近い勝ち点には達しているなっていうふうに思います、今のところ。はい、藤本選手がまたチームに加入されて、はいはい、うん、そこからまた何か変わったりとかはありましたか？彼が入ることによって、やっぱりそのセットプレーの、ね、キッカーがなかなか定まらなかったんで、まあ、彼ね、日本代表経験者だし、もともとね、ストロングの部分ではそのフリーキック、キックはすごい素晴らしいものを持っているんで、そういう意味でセットプレーの点数も増えてきたっていうのは、やっぱ順吾の加入によってっていうのはやっぱりプラスアルファとしてあるんじゃないかなと思いますね。この1年でキーポイントとなった試合とかってありますか？そうですね、やっぱり前半戦の最終節のアウェイの鳥取戦、 4-4-2 というシステムでずっと戦ってきて、はい、でまあいろんなところで一回ちょっと決断しないといけないなって、失点が多かったのもあるし、まあ去年やってた 3-4-3 にちょっとチャレンジするっていう風に、はい、まあ1週間ぐらいちょっと迷ってて、まあこれやるしかないなと思って、いややっちゃえみたいな形でやってから、結局まあ負けてないんですよね、ずっと。おー、すごい。だからそこの試合がやっぱりポイントだなっていうふうに、はい、今後この J2 でこう向けてのこう昇格への手応えとかありますか？いや本当ね、2位のところはすごい団子状態なんですよね。そうするとやっぱりまだまだ可能性があるし、粘り強くね、今現時点やれてると思うんですよ。っていうのはやっぱ12戦ね、負けてないんで、だからチャンスあると思いますよ。いやー、絶対あると思いますよ。もうめちゃめちゃ
しております。ありがとうございます。はい、では最後に、はい、サポーターの皆さんに一言お願いします。うん、そうですね。本当ね、今シーズン、まあ、難しいシーズンだったんですけども、サポーターの、ね、皆さんと、まあ、徐々にね、スタジアムに来ていただいて一緒に戦えて、今このね、現時点で順位にいると思います。最後ね、本当笑って、ギノスタジアムでみんなで喜べるように、J2 昇格できるように戦っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。三浦監督、今日はありがとうございました。 ありがとうございました。そのマスクはサポーターさんも買えますか？買えますね、これね、買ってください。皆さんも買えるそうなので、はい、ぜひ700円かな、確か。あ、もう全然買えますね、はい、買ってください。ぜひぜひ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。三浦監督、ありがとうございました。続いてはこの企画、 SC 相模原プロの集中力を試す全力集中対決スペシャル。今回はご覧の3選手に集中力を試す3つの勝負で戦っていただきます。勝った方にはガミプロの、幻の10人目はい、補欠ですね、補欠になっていただきます。はい、ガミプロとは投票などの選抜総選挙で選ばれた9人のメンバー。この3人は惜しくも選考から漏れてしまいました。しかし今回補欠メンバーに選ばれるチャンスが。そしてビリの方はしっかりと罰ゲームがありますので大丈夫ですか？大丈夫ではないです。大丈夫ではないです。なんでよそして今回もたまたま収録現場に来ていた当番組の準レギュラー的存在、水野選手にもお付き合いいただきます。ではまず最初に対決してもらうのはこちら、けん玉集中力対決です。イエーイ。こちらはですね、けん玉に挑戦していただき最後までできなかった人が負け。どのお皿に入れていただいても結構です。じゃあ早速やっていただきましょうか。いきます、よーい、スタート。わー、惜しい。待って待って待って、ちょっと待って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 、はいはいはい、ということで一斉にちゃって一斉にって言ってんのに全然遅くない？マイナス1ポイント。タイミング、タイミング、自分のタイミングでしょ。結局いつの間にか審判へ転向していた水野選手のジャッジによりやり直し。せーの、せーの、本当にせーの、うん、大丈夫ですか？いきますよ、せーの。イエーイ。あ、ちょっと待って、今度は梅井選手が異議を申し立て、再度やり直しへ。これで最後ですからね。いきます、せーの。いや、飲んだかい飲んだかい、お前落とすまいやろ、お前今度は。お前拉致が開かないので、ここまで全て成功している三浦選手は勝ち抜け。梅鉢選手、梅井選手の2人でビリ決定戦を行います。いきますよ、せーの。あー、おー、ということはけん玉対決のビリは梅井選手でございます。イエーイ。1回戦の結果はご覧の通り、1位の三浦選手には3ポイント、2位の梅鉢選手には2ポイント、3位の梅井選手には1ポイント、最終的にポイントの高い選手が勝者となります。では続いての対決に参ります。続いてはこちら、暗算計算集中力対決です。勝負の内容は至って簡単。読み上げる数字を計算し、分かった人から答える早押し問題。ただし、川村が読み上げるのは SC 相模原の選手の名前。
その選手の背番号をもとに計算をしていただきます。ポイントを獲得できるのは早く正解した1人だけ。問題は全部で3問。それではスタートです。では第1問、富澤選手、はいはい、タス、はい、穂室選手、はいはい、タス、立花選手、イコール何でしょう。はい、43、そして三浦選手は、お前日銀かお前お前計算しいらねえって。一番早かったのは梅井選手ですね。でも43、正解の数字は43です。よし、すごい、よしよしよし、計算式バッチリ合ってました。ちょっと待った、よし、まずは梅井選手が先制し一歩リード。では第2問参ります。ビクトル選手、ビクトル分かるやろ、タス、ミルトン選手、分からん、タス、久保田選手、お書きください。メイ選手早いですね、はい、29、30、あ、ミスった、ミスった、何ミスった、ミルトン、何ミスった、ミルトンわかんねえ、29、ほら、こらしんけ、こらしんけ、いやいや、こらしんけ、いやいや、なんで別に、30やったよ、早らけ、早らしたんだから別に関係ない、そんなん関係ない、そんなん関係ない。まず答えを言いますね。2問目の答えは1+8+20=29です。ということで2問連続正解の梅井選手は一抜け。残った梅鉢選手、三浦選手でサドンデス。では参ります。第3問目、清原選手、タス、斉藤選手、引く、鹿沼選手は、正解は19+13-28=4です。なので三浦選手の勝ち。さあ、はい、26じゃなかったということで2回戦の結果は1位梅井選手、2位三浦選手、3位が梅鉢選手。ここまでのポイントはご覧の通り。続く3回戦でガミプロの補欠メンバーが決定します。では最後の対決はこちらです。15秒コメント対決です。はい、3回戦は15秒コメント対決。サポーターへのメッセージを体感で15秒ジャストを目指すこのゲーム、15秒に近い人が勝者となります。ではまずは三浦選手から、言い終わりましたら手を挙げてください。はいと言っていただきました。私が止めますので、はい、それでは三浦選手の15秒コメント対決、用意スタート。残り7試合絶対に、昇格するためにも、サポーターの皆さんの応援だったり、スタジアムに足を運んでくる必要があるので、一試合一試合全力で戦っていきますので、また応援よろしくお願いします。はい、いやちょっと早いかな。気になるタイムは最後に発表。続いて梅井選手の挑戦です。では参ります。よーいスタート。いつも応援ありがとうございます。残り7試合ですが、昇格に向けて全力でチーム一丸となって頑張りたいと思います。あと7試合、応援よろしくお願いします。最後はここを負けると後がない梅鉢選手。では梅鉢選手の挑戦です。よーいスタート。サポーターの皆さん、いつもありがとうございます。今日はけん玉もなかなかできず、計算もできなかったですけれども、試合中はうまく計算して、頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、簡単ですな。
むせんじゃない滑ってるよちょっともう一回やり直ししてあげてもいいよ噛みすぎじゃないですかいやもうあの秒数でかいもう俺もうやめたいこれもうちょっと噛んでめっちゃ噛んでたしでは15秒に近かった人から発表させていただきますまず第1位 15.75 を叩き出した三浦選手やった三浦選手全然面白い 15.75 ですということで1位に輝いたのは三浦選手この時点でガミプロの補欠メンバー入りが決定です第2位を発表いたします第2位は 13.72 を叩き出した梅井選手です一応もう一回一応ねタイムをちなみに梅町選手のタイムは21.97 長いってこのちょっとねいやちょっとねおかしい総合得点はご覧の通り最下位の梅町選手にはビリということでこちらのビリビリの罰ゲームこれが一番弱いんですよビリビリがじゃあそれからいきますかこれからちょっと待ってくださいなんでだんだん強くしてたの抵抗でいやそんな俺すぐ抵抗できるわけじゃないしなんか前リアクションめっちゃ怖い俺本当に嫌なんだよ本当に一緒に何かあげてダメなやつ本当にもういや俺本当に嫌マジでもうめちゃくちゃキモいぞ、マジ無理大丈夫ですあ、いけそう嘘だそれは俺ほんともう嫌だ本当もう嫌だあとにかあとにかいやもう俺ほんと嫌だもうさらにそうこちらにの蓋を開けていただきます。もう本当キャンディーを出したいんですよ。なので、ちょっと蓋を開けてください。いや、まだ始まってない。よし。待ってない。いきますよ。これもう地獄やもう頑張っていただきます本当にすいません本当に嫌だった本当に申し訳ないです申し訳ないです全力集中対決でしたありがとうございました梅町選手、三浦選手、梅井選手ありがとうございましたそして今日はですね、ガミプロという、アイドルユニットさんに集まっていただきましたので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。じゃあまずはセンターの和田選手。はい。こちらどういったグループなのでしょうか。先発された選手が、踊りを披露するという体操の番組です。あ、すごい。単語で喋るタイプでしたね。はいなんかどのようなダンスをするとかは決まってるんでしょうか。僕たちオリジナルのダンスを見せるかなと思う。オリジナルのダンスですか。ちょっと特に見てほしいダンスの。そうですね。なんか縄跳びピョンピョンするようなダンスがあるんで、縄跳びピョンピョン。まあそれでバズるかなと思ってます。聞いたことありますね。多分それパクられたかな。おますか。ちょっと先ほどからウロウロされてますけど大丈夫ですか。いやめちゃめちゃ不安ですよ。不安。何に対してやっぱ一番不安ですか。いやみんなでこれ成功できるかなって。おやっぱり特に注目のポイントとかありますか。注目のポイントですか、うん、やっぱり縄跳びダンスです。おお、ダンスをされるイメージはないですけども、あのガンバのファンカーの時にパークチューバー踊った以来。ああ、でも踊ってはいたわけですよね、はい、こういうのをやりたくなくて全部逃げてきましたそうけど、まああのオーディションにも行っちゃったんで、はい、しかもすごいテンションで、はい、応募をもらったんで選ばれた感じ。そうですよね、はい、一生懸命ありがとうございます、はい、もう不安しかない。不安しかないですか。前の人のを見て。あ、そうですちなみに誰をお手本にされてますか。前にいる3人の動きを見ながら、はい、あ、もう3人とも見てるんですね、はい、ダンスは苦手なので、はい、前の西君見ながら、はい、見てる西君を見ながら。あ、なるほど。じゃあ三島選手がミスったらもう原田選手もミスるっていうちょっとそれ重要ですね
で僕ちなみにあの、はい、歌あります。ボーカル、はい、そうなんですね。あ、じゃあお歌が聴けるということでしょうか。そうですね、はい、はい、水野選手だけがボーカル。いや、僕とキーパーコーチの渡辺、はいはい、あと高さが、はい、候補の高さが、広報の高ささん、はい、なかなかないですよ、広報の方の歌って。そうですね、だからそこら辺もちょっと楽しみにしてほしいです。そうですね、ありがとうございます、はい、ガミプロメンバーのダンスを中心としたプロモーション映像特別バージョンをご覧ください。フルバージョンは YouTube SC 相模原公式チャンネルで。